佐野太です。この番組は東京六本木 J-WAVE のスタジオから届けています。レイディオスイッチの編集長新井俊則さん、先日彼から連絡をもらって番組やってみないかということで1時間いただきました。嬉しいですね。マイクロフォンの前に座るのも久しぶり、ちょっと緊張していますけれども、レディオスイッチ特別編モタウレディオショー、今夜のテーマはこれです。パンデミックの夜を穏やかに過ごす。不安な毎日が続いてますけれども、私たちの心に寄り添ってくれる音楽、そしてソングライターたちの声ですね、そこに耳を傾けてみたいと思います。これからの1時間お付き合いください。 DJ サノモタルでお送りします。レディオスイッチモタルレディオショー、今夜のテーマはパンデミックの夜を穏やかに過ごす。1曲目はスティービー・ワンダーの名曲、とにかく心配するなよ、そんな風に歌っています。 Don't you worry about that thing、 スティービー・ワンダー。この後はジミー・クリフのレコード、ジョニー・ナッシュのヒット曲をカバーしています。モタルレディオショー。ジミー・クリフ、70年代の名曲、ジョニー・ナッシュのヒット曲をカバーしています。 It's gonna be a bright、 そうさ、みんなこれからは明るくなるんだ、そんな風に歌っています。曲は I can see clearly now。 レディオスイッチモタルレディオショー、今夜のテーマはパンデミックの夜を穏やかに過ごす。この後はシェリル・クロー、90年代のレコードに続きます。アメリカのシンガーソングライターシェリル・クロー、90年代のヒットレコード。毎日は曲がりくねった道のよう、良い時もあれば悪い時もある、そんな風に歌っています。レディオスイッチ特別編モタルレディオショー続いてます。残念なニュースがありました。今年の4月、ソウルミュージックのレジェンド、ビル・ウィザースが亡くなりました。70年代で活躍したアーティストです。 Lean on Me、 Lovely Day、 Ain't No Sunshine、 本当に多くの名曲を残しました。アメリカウェストバージニア州出身のシンガーソングライター、グラミー賞を3回受賞しています。話によると、ブカティ・ジョンズが彼のデモテープを聞いて気に入ったということ、それがきっかけでデビューしたということです。デビューアルバムは Just As I Am、 ブカティ・ジョーンズのプロデュースということで、彼のバンド MG's のメンバーがバックアップしています。ドナルド・ダクダン、アル・ジャクソン、そして、ギターにはこの時スティーブン・スレスが参加しています。1971年のリリース、このデビューアルバムがヒットして注目されました。その後順調にツアー、そしてレコーディングと続けていたんですけれども、残念ながら80年代に入ってから引退をしています。そして今年の4月ですね、ビル・ウィザース、彼が亡くなったというニュースが入りました。当時ソーシャルメディアでも追悼のコメントがたくさん出ていました。ビーチボーイズのブライアン・ウィルソン、レニー・クラビッツ、ポール・マカートニーほか、本当に多くのミュージシャンたちが悲しみの追悼をしていました。それだけリスペクトされていたということだと思います。ではここでビル・ウィザースの曲を3曲、くじけそうな時は僕のことを頼ってくれ、そんな風に歌う Lean on Me、 続いて Don't it make it better、 そして Lovely Day、 ビル・ウィザース、3曲続きます。
Be with us. Rain on me. Don't it make it better? そして今聞いたのは Lovely Day。 素晴らしい音楽に感謝して追悼 Be with us。 3曲聞いてみました。レディオスイッチ元レディオショー、パンデミックの夜を穏やかに過ごす DJ 佐野元春ついてます。今年は9月にスーパーソニック、スーパーソニック2020オフィシャルメディア J-WAVE。 9月19、20、21日 ZOZO マリンスタジアム&幕張海浜公園で3日間開催。9月20日日曜日のヘッドライナーはスクリレックス。さらに介護 and more、 詳しくは supersonic.com。 自分の心と対話すると自分の幸せに気づく。目で物を見ることのできない完全な暗闇でのゲストトーク。今回は東京大学先端技術研究所准教授熊谷慎一郎さんをお迎えします。Dialogue Radio in the Dark、 明日深夜1時から。川田トムです。毎回講師を招いての未来授業、京セラテクノロジーカレッジ。次回はクリエイティブディレクターの柳井道彦さんをお迎えしてのオンライン未来授業です。このオンライン未来授業に5名の学生をご招待します。開催は5月21日木曜午後5時から。たくさんのご応募お待ちしています。先日誰かが書いたコラムにこんなタイトルを見つけました。世界の都市の大気汚染、ロックダウンで異例の改善。確か CNN の記事だったと思います。その記事によると、世界の主要都市でかつてないほど大気がきれいになったという、そういうレポートでした。まあ、それはそうですよね。世界中飛行機も工場もみんなお休みしている。大気が元に戻って、まるで地球が息を吹き返したかのような、そんなイメージだろうと思います。僕はこの記事を読んだ時、あ、物事っていうのは悪いことの反面、いいことも同時に起こってるんだなと、そう思いました。どうしても暗くなりがちな毎日ですけれども、見方によってはちょっと嬉しいことがある、そんな感じでしょうか。ただこれは事態が収束した後どうなるんだというと、正直ちょっと心配ですよね。また元に戻ってしまうのかもしれません。ですので、僕は今この瞬間ですね、地球がまさに一瞬ではあるけれども息を吹き返しているという、これ言ってみれば一つの経験ですね。この貴重な経験を決して忘れないようにしておこう、そんな風に思っています。皆さんはどう思いましたか？Soul Deep Tahiti 80。 そして今聴いてるのは Music is Power、 リチャード・アッシュクロフト。2曲聴いてみました。パンデミックの夜、今皆さんはどんな風に過ごしますか？そうですね、もちろん我慢しなくちゃいけないことは分かっていますが、正直に言って早く元の日常に戻りたいですよね。もたれでしょう。この後はテームインパラのレコードを紹介します。このタイトルは忍耐と訳していいんでしょうか。曲はペイシャンスに続きます。テーマインパラー、曲はペイシャンス。レディオスイッチ元レディオショー続いてます。まあ、ちょっと自分のことになるんですけれども、今一緒にやってるバンド、コヨーテバンドですね、今年で結成15年目を迎えました。この前のバンドがホボキングバンド、そしてその前のバンドがハートランドというバンドでした。まあ、前のバンドそれぞれ15年やりましたから、いよいよこれでコヨーテバンドも歴代のバンドと肩を並べたなという感じですね。メンバーを紹介します。ドラムス小松茂、ベース高桑清、ギター深沼元明と藤田明、そしてキーボードは渡辺俊介、
彼らとはライブにレコードに活動をずっと一緒にやってきました。まあ、本当にみんな仲がいいですね。それぞれのミュージシャンたちお互いにリスペクトし合っているという、まあ、それがバンドを長くやっていくにあたって一番大事なことなのかなって思います。まあこの話はどうなんでしょうか。僕も後から聞いてちょっとびっくりしたんですけれども、血液型ですね、まあ、自分は B 型なんですけれども、コヨテバンド他のメンバーは5人とも全員 O 型ということ、これちょっと珍しくないですか。まあ、よく血液型 O 型の人は B 型の面倒を見るというそんな話も聞きました。ということはコヨテバンドの場合5人が束になって僕の面倒を見てくれていると、そういうことになります。これはもうありがたいですよね。まあ、世の中には世話の焼ける人っていうのがいます。誰かがちゃんと面倒見てあげないとどちらかっちゃうっていうね、皆さんの周りにもそういう人いるんじゃないでしょうか。まあ、面倒くさい人ですよね。まあ、僕がそうなのかどうかはちょっとわかりませんけれども、まあ、気がつくとレコーディングでもライブでもうまくいってるんですよね。まあ、きっと見えないところで僕のことをリカバリーしてくれてるという、もうそう考えると、まあ、バンドのみんなには本当に15年間どうもありがとう、そういう感じですね。まあ、ここに来て本当に感謝が絶えません。そんな佐野元春&コヨテバンド結成15周年を記念してベストアルバムが出ます。タイトルは The Essential Tracks 元春佐野&コヨテバンド2005年から2020年、2枚組になっていて、まあ、全部で34曲収録してます。まあ、ただ曲を集めただけじゃなくて、まあ、ミックスが違うバージョンとか、まあ、編集したバージョンとか、まあ、新しく聴いてもらう曲も何曲かあります。そうですね、80年代から僕の音楽を聴いてくれている人たちだけではなく、まあ、最近聴いて気に入ってくれたという新しいファンの人たちまで、みんな楽しんでもらえるベストアルバムだと思うので、ぜひパッケージを手にして聴いてみてください。ではここでそのベストアルバムにも収録する、僕らの新曲を紹介させてください。まあ、こういう時なので本当にエンターテインメントっていうのは大事だなって思ってる方もいると思います。今新たな危機を迎えているエンターテインメント、どうにかこの試練を乗り越えて復活してほしいなと思ってます。では聴いてください。サノモトル&クロテバンド、曲はエンターテインメント。サノモトランダクヨテバンド、僕らの新しい曲エンターテインメント、聞いてもらいました。さて残りの時間も少なくなってきてしまいました。まあいろいろと世の中にはエンターテインメントがありますけれども、やはりラジオは特別ですね。今音楽の聴き方、楽しみ方というのは本当に様々だと思います。Apple Music とか Spotify、その他いろいろな配信サービスも出てきています。でもやっぱり僕はラジオの魅力というのはかけがえのないものだと思っています。全国 DJ の皆さん、ぜひこれからも僕らに素敵な音楽をいっぱい届けてください。よろしくお願いします。レイディオスイッチ特別編モタルレイディオショー。今夜最後の曲はトド・ラングレン。僕らにもチャンスはあるよね。そんな風に歌っています。ボーカルにダリル・ホール、そしてボビー・ストリックランドがフィーチャーされています。チャンス・フォー・ラス、トド・ラングレン。今夜のモタルレディオショー、パンデミックの夜を穏やかに過ごす、そんなテーマで進めてきました。いかがでしたか。レディオスイッチの編集長新井俊則さん、そして彼が、立ち上げたマガジンの方のスイッチですね、今年で創刊35周年目ということ、おめでとうございます。
一つの雑誌がこれだけ長続きするということは本当に大変なことです。心からお祝いしたいと思います。今回はレイディオスイッチの枠を借りて一夜限りの元夜レイディオショー、久しぶりの DJ、 とても楽しくできました。番組スタッフの皆さん、そしてリスナーの皆さん、お付き合いをどうもありがとう。まあ今回に限らず、また声がかかるのを待っています。ぜひまた呼んでください。 DJ サノモトアル、ではまたいずれ。